C なんですけど、例えば 7C3 とか言ったらこれはどうなるかなんですけど、結論を言うと 7P3 はどうでした、はい、なんですね。で 7C3 はですね、結論を言うとこういうふうになります。を 3×2×1 で割ります。だからこうでございます。 7P3 を3解除で割ります。でこれは何に使うものなのかと、あ、これはただこう計算はこうですよってことです。あ、じゃあちょっときましょう。 10C4 だったらどうなりますか。はい、というふうになります。こうなりますね、これをこれでいいでしょう。まあまあ書けば1987-4321とこうなります。よろしいですね。でこの用途でございます。この用途はですね、今まで人間が、そうですね、例えばさっき言った10人いて7つの席でってことになったんですけど、 1,2,3,4,5,6,7 人と。で、あなたは最初選ぶという話やなんか彼もしてたのかな、まあ分かんないけど、10人をいきなり並べるというやり方もありますが、まあ、10人から7人選抜して並べるというやり方もいいでしょ。でしょ。して7人を並べるのは7解除でございます。7解除。そしたら10人か7人選ぶのは、じゃあ N 通りとしましょう。わからないから N 通りかける7解除としましょうね。そうですね。まず10人か7人は分かりません。 N 通りです。でそれから7人を並べるのは7解除です。これは結構ですね。でこの10人からいきなり並べるのはさっき言った 10P なんですよね。ほら10通り、9通り、8通り、7通りってことでこうなりますよね。で結果は一緒でしょ。10人を並べてるのはこれもこれも一緒ですよね。ということはこうなります。 10P7 は N 通りかける7解除だと。ということは N は7解除の 10P7 だというようになります。そしたらこの正体は分かりました。10人か7人を選ぶことです。並べるんじゃなくて7人を選びましょう、選抜しましょうというやつなんです。よろしいですかという考えになります。でそれを特に、10C7 と呼びましょうというふうです。よろしいですか。赤が6枚、はい、青が2枚、白が1枚、はい、こうしましょうかね。そしたら9枚あります。こうあります。じゃその中で赤が入る場所を6箇所入れましょう。例えば1番、2番、3番、4番、9番となったときに、そうよね、考えたら赤の場所を6箇所選んで赤に塗ればいいでしょ。したら9の中から6箇所選ぶ方法はどうすればいいですか。選ぶ、選ぶっていうか全部で9やろ。したらこれってなかった、 9C6 ってC の時どうやって習った。記憶で見ていいよ、見ていいよ。こうよね、確か9人いて6人いて並べるとかいう話だったよね。でこれが6解除でここが L で分からなくて
で結局これは9人から並べるのと一緒だよねと、6人並べるのと一緒だよねと、で9人から6人並べるのは 9P6 だったよねと、でこれは N×6 だから N×6 階乗だと、ということは N は6階乗の9P6 でこのことを9C6 って言ったんだって話なんだよね。ってことは9人から6人選ぶ話なんだよね。そしたら同じで9箇所から6箇所選ぶから9C6 にします。だから赤を塗るのは9C6 になります。いいですか、これ分かったでしょ。で次にじゃあ6箇所選んだらあと残ったのは何箇所ですか。そう、3箇所のうち次に1箇所選びましょう。でこれは残った1箇所のうち1箇所選びましょう。それで結論は9C6×、ここは樹形図ね、ほら 9C6 の後またこれが 9C6 通りのやつからさらにまたこう分かれて、この樹形図みたいなもんで 9C63C2、 そしてラストが 1C1 と、これが答えになります。これ計算いきます、いきますね、もう一回いくね。 9P6 は9C6 は 9P6 を6回以上よかったですね。これで次は、3P2 を2回以上、そして 1P1 を1回以上になります。でこれは9、8、7、6、5との6回以上、まだいけるのかな、9、8、7、6、5、4ですね。そうですね、6個ですかね。で次は3、2で2回乗で1、1です。実はこれで学んだと思うんですが、実はこれ上分母は9回乗なんです。あ、分子です、すみません、分子は9回乗でしょ。でそれを6回乗、2回乗、1回乗になってます。これがよく学校の教科書で出てくるやつで、ほら9個で6、2、1で6回乗、2回乗、1回乗っていうのがよく出てきます。だけど基本はこれです。この9箇所のうちに赤を塗る場所を6箇所選びましょう。だから6箇所選ぶ、順番と関係なく選ぶ。で次は残った3箇所から2箇所選びましょう、1箇所選びましょう。で選ぶというのはさっき言ったこれを頭に入れておけばいいですね。わかりました、分かったね。はい、じゃあメモってください。で何通りかだよ。じゃあそこでね聞く、5人がじゃんけんだけど、今まで5人が並ぶっていうのはどうでした、どういう時かでしました、5人が並ぶ、はい、はい、よろしいで、はい、5 よそり5階乗であり 5P5 でございました。そしたら5人が円になる、はい、そしたらこれどうなりました、そうですね、5階乗を5で割って5-1階乗で4階乗でございました。こんな話をしてました。で5人がじゃんけんをするんですけど、これはもうシステムが全く違います。じゃあ1人目、2人目、3人目、4人目、5人目としましょう。 A さん、B さん、C さん、D さん、E さんといきましょう。 A さんは何取り出せますか。そうですね、グージョキパーさんです。 B さんは、 C さんは、 D は、 E は、そうです、これ2だったらショックですねなんかちょっとまずいでしょそしたらこれは何ですか、答えは。そうです、3の5乗なんです。これはちょっと違うんです、じゃんけんは、じゃんけんですね。要するに似たような問題はこうですよね、例えば旗があって、旗が、こう5つあったら、これ面白い、旗にしましょう、こうしましょう、信号にしましょう、信号はつくかつかないです。そうでしょ、つくかつかないか。で全部で、
6個並んでます。はい、これは何とですか、つくかつかない2、ここはここはもういくめんね、ここは2、2で結局2の何乗ということはですね、これはもうなかなかいい問題でございまして、2の6乗は嫌ですね、考えた2が4、2が4、4が4、8波64ということは64通りのなんていうか表現ができるということでしょ。例えばほら、ここついて全部消える、ここついてついて消える、ここついてついて消える消えるとか言って64種類文字ができるみたいなもんでしょ。でしょ、こういうふうに考えるわけで、だからこういう時に使うんです。2択、これは3択だから、じゃんけんすごいよね、3つだけね。そうね、まあそのぐらいあまり無理せずこのぐらいしていきましょう。いや、わかりました、これ、はい。